はい、皆さんどうもこんにちは、ライナーズです。ここは JR の岡山駅に来ています。ロゴもね、西日本、これで動画では多分初上陸ということで、今回はですね、四国へ行っていきたいと思います。よろしくお願いします。今回乗る電車はマリンライナー33号の高松行きですね。今回ね、僕も四国初上陸ということで、もう本当に楽しみにしていてね、僕も一番の楽しみはこのマリンライナーもすごく楽しみなんですけど、このマリンライナーは今回はですね、一番前の運転士さんの真後ろにあるグリーン車のパノラマ席、最前列を取っております。ではよろしくお願いいたします。こうやってね、マリンライナーはこれなんですけど、これ快速って扱いなんですよね。なのでね、青春18切符だと快速電車は、使えるので、このね、マリンライナーは使えるということになります。だからマリンライナーのグリーン車とかマリンライナーの指定席も多分18切符で使えるんじゃないかなと思うんですけど、その辺りちょっと微妙なんですよね。今回乗車するのは快速マリンライナーの43号だったかな、高松行きです。岡山と高松を結んでいます。一番前だけね、まあ、首都圏でもよく見るグリーン車みたいな感じで2階建ての車両になっていて、下が指定席、そして上がグリーン車となっています。そして運転手さんの真後ろのところに、まあ、フラットの席の1階席のグリーン車というのがありまして、今回はそちら1階席のグリーン車、最前列に乗車をいたします。回転もね、すべて自動で行うんですよね。こうやって見てみると、上のグリーン車の方が下の普通車の方よりちょっとね、分厚いのが分かります。これ一番前の1号車って呼ぶべきなのかな、高松よりも一番前の車両はですね、やっぱり一番後ろの車両の顔とやっぱり違いましてね、最前列のこの高松寄りの顔のが僕は好きですね。そして車内に入ります。こうやって見るとね、首都圏の総武線快速や東海道線とかで走ってるグリーン車と同じ感じですが、ここですね、今回乗車するのはこちら、前の4人席しかないパノラマのグリーン車ですね。すごいわ。でこの電車、あの東京とかで走ってる横須賀総武線快速のグリーン車とか、東海道線のグリーン車とか、高崎線、宇都宮線、常磐線とかあるんですけども、そのグリーン車の車体とね、ほぼ同じなんですよね。ほぼというか、まあ、もう同じぐらいなんですよね。でしかもウィキペディアにも書いてあったんですけど、やっぱりこの車両、この1号車は東京で走ってるグリーン車の車両をベースとして作っているらしいです。上がグリーン車、下が指定席ということになっています。そして目の一番前のね、ここのパノラマ席というのがあるんですけど、これはグリーン車になってます。でなぜこの車両の両端、両端の部分がフラットの1階席になっているのかというと、この下に、ね、すぐ車輪がしまってある台車があるからです。やっぱりね、ここにはね、真ん中には台車がしまえないので、両端に台車があります。なので、この両端、車両の両端の部分は1階席になっているわけです。車内に入ってみて2階席ね、まず上がるとこちらがグリーン車です。本当にね、首都圏で走ってるグリーン車と同じですよね。こうやって見るとね、普通に横須賀線とかで走ってそうだなと思いますが、座席とかもね、若干やっぱり首都圏で走ってるグリーン車よりか少しで豪華さというのがあります。座席が全体的にグリーン車分厚いですよね。こうやって見てみても本当に普通にね、東京で走ってるグリーン車と同じですよね。電光掲示のところだけちょっと違ったりとか、あとは荷物スペースがあったりとか、そういうのは、まあ、若干オリジナリティもありますね。こういう感じで、なんて言うんですかね。こう、ショーウィンドウ的なのもあります。そしてね、お手洗いもついていまして、あと車椅子用のね、座席もありました。東京で走ってるグリーン車はね、こういうのね、こういう車椅子用の座席っていうのはないんですけど、やっぱり、ね、親切ですよね。ちょっとね、違うのがこの JR 四国のグリーン車の特徴的です。特徴な点ということですね。そして下は指定席ということで、指定席はね、何名かお客さんいらっしゃいましたが、もうグリーン車ね、全く僕たちぐらいしか乗車していませんでしたね。今回はこの運転手さんの真後ろから見られるパノラマの景色ということで、今回は本州から、四国へ渡る際や瀬戸大橋というね、鉄道と道路が共用している橋を渡ります。その際にね、通るところの景色はすごくいいですよね。今回はその景色もね、すごく楽しみにしていますから、もう一番前からの景色をね、僕たち貸し切りということで堪能してみましょうね。電車は岡山駅を出発です。すぐ左上には新幹線の高架橋があります。
で今回岡山からですね、一応 JR 宇野線という路線を通りまして、途中のどこだったかな、林間じゃなくて茶屋町か、茶屋町の駅から JR 本市美山線という路線に入ります。まあ、正式名称ではこれなんですけど、一応ですね、愛称で言いますと岡山から高松までは JR の瀬戸大橋線として名付けられています。今回ご紹介ですね、こちら座席なんですけど、入って進行方向の左側の座席は一段高くなっているのに対し、進行方向右側の座席は全くね、段差もないフラットな感じなんですよね。これは何でなのかな、やっぱり台車とかなんか走行機器とかの関係があるんですかね。ちょっと僕も分かんなかったんですけど、でもね、眺望的には進行方向左側の方が運転士さんね、ね、運転手さんがいませんので、眺望的には進行方向右側の座席の方がね、いいですよね。そしてこの駅は林間か茶屋町かっていうぐらいなんですけど、茶屋町かな、茶屋町から、宇野線と分かれまして、ここから JR 本市美山線に入ります。もともとは、ね、本市美山線っていうのはなくて宇野線だけで、宇野線で宇野港まで行って、宇野港から高松港まで宇港航路という船が、走っていたんですけど、瀬戸大橋の開業によって、もうついね、多分 3,4 年ぐらい前になくなってしまいましたね。なので本市美山線の方が後にできましたんで、やっぱりこの辺りの駅の設備とか駅のホームとか結構ね、新しめに作られています。しかもこの辺りは電化区間ですね、高松までは電化の区間となっています。こうやって前方を見ていますと、右側にそれるねポイントがありまして、そして右側にそうですね、この線路がねずっと行っていますね。今こう特急が通過するんですけど、そして右側の方をだんだん降りていって、左側この僕たちが今走っている本市美山線の線路を下をくぐって宇野線の宇野港まで行く、まあ、そういうルートになっています。で、あちらの方がまあが元祖というか、まあ、初めの方っていうかね、これよりかね全然前に作られたんですけど、まあ、メインとしては今はこの本市美山線瀬戸大橋を通る方になっています。いくつかですねトンネルを通り、まもなく小島駅に到着です。もう小島だよっていうね、あの小島駅、まあね、それと同じ字を書くんですけど、この駅では JR 西日本と JR 四国の境界駅となっています。ここまではですね JR 西日本だったんですけど、この先は JR 四国がの管轄ということで、乗務員さんもね JR 西日本の方から JR 四国の乗務員さんで変わるということになりますので、乗務員交代が行われます。運転手さん車掌さんそれぞれ待っていますね。小島を出ると待ちに待った瀬戸大橋ということで、本州と四国を結ぶ大動脈となっております。このようにですね、この両端を見るともうすべて海なんですよ。まあ、これが四国って感じですけど、右側が本州で左側が四国の方になります。そしてですね、この瀬戸大橋というのは、上に高速道路が走っておりまして、その高速道路の下の方に、このように鉄道線路が敷いてある、まあ、2つね共用されている橋ということで、これはね瀬戸大橋しかないということで非常に有名なんですけど、僕もね四国に初上陸なんで、飛行機とかでも四国って僕行ったことなかったんで、瀬戸大橋も通るのも初めてですし、未体験なねことがねたくさんあります。そしてこの瀬戸大橋なんですけど、こう何やら左側のところにちょっとしたね土地が広がっています。用地が広がっていると思うんですけど、ここにはね元々というか、一応計画としては四国新幹線というね新幹線を走らせる計画があって、新幹線を通すためにこの左側の用地が少し空いているんだそうです。そして、途中にはね与島という島がありまして、与島とかいろいろ島があるんですけど、岡山県から瀬戸大橋を渡って最初の島に入った時にもうね香川県の坂出市に入っているんだそうですよ。そして上には高速道路で、まあ、一応ここももう与島とかのとこになると思うんですけど、まだね橋じゃなくて、もうちょっとしたら橋、まあ、鉄橋が見えてきますね。でですね、一応計画としてはこの左側のトンネル、この左側のトンネルというか、左側、ここ今走ってるところが一応新幹線になるという予定で、で右側の方に在来線の2本、なる予定らしいんですけど、一応ですね、やっぱり橋の強度を保つために在来線、1本ずつ、この支柱中心を挟んで1本ずつね両サイドに今は設置されてるみたいです。まあ、四国に新幹線が来るというのはねまだ不明なんですけど、まあね、来て
来てくれたらね、このマリンライナーとかもなくなっちゃうので、ちょっと寂しいなという気持ちもあります。そして、上に道路、高速道路が走ってたところからちょっと離れまして、我々一行は高松へ進んでまいります。ここからまっすぐ行きますと、またね、分岐は路線が分かれておりまして、まっすぐ行きますと宇多津、多度津方面、松山方面に行く線路ですね。そして左側にそれる線路があるんですけど、それを行くと境で高松方面になります。もう少ししたらね、ポイントが見えてきますが、そこが分岐点ですね。まっすぐ行くと松山方面、左側に行くと高松方面、まっすぐ行くと愛媛県、左側に行くと香川県ということになります。香川県の中心地高松に行くことになりますね。これでマリンライナーは高松行きなので、左側を走ります。このね、左側またのお越しをって書いてあって、振り返ってみるとようこそ四国へと書いてありますね。これもね、スーツさんもね、スーツさんのお友達の熊本さんといった時にね、ご紹介されて と思うんですけど、これ見とくといいというので僕も見てみましたね。一番前からと見やすいです。そして線路は左側に行ってるんですけど、まっすぐ行くとですね、この上側、右上のところの高架橋をずっと行くと、宇多津、多度津、松山方面、特急潮風号、松山行きなどは、先ほどの上の方の高架橋を行くことになります。あとは何ですかね、南風号とかも高知行きなんで、先ほどのところはまっすぐ行って松山方面に行く線路に入ります。そして右上にまた、高架橋が現れてきたと思うんですけど、これはですね、一応何線なのかな、 一応ですね、反対側の線路ということになりそうですよね。反対側の線路じゃないのか、ちょっとね、僕もあんまり分かんないんですけど、ここ分岐されてきた、分岐する路線というかね、こっちの分岐する路線は松山方面から来た予算線ですね。これで予算線に入ったんだ。これで予算線に合流。予算線というのは、伊予の予と讃岐の差ということで、高松と松山を結んでいる在来線です。そして上からね、また高架橋、これ線路が現れてくると思うんですけど、これはね、反対側の上り線ですね。本市美山線に入る上り線ということになります。この辺りね、ちょっと航空写真とか地図がないとちょっとね難しいので、説明としては難しいんですけど、やっぱり理解していただけるとね、デルタ線ということで、なんか二俣新町、市川塩浜、西船橋みたいな、その辺りのデルタ線と少し似たような光景が広がっています。境出を出るとね、進行方向の右側には高松運転所車両基地があります。サンライズ瀬戸号の車両も停車していますし、その手前には8000系という JR 四国の特急型の車両や、7000系だったかな、7200系だったかな、通勤型の電車も、こちらに止まっております。そしてですね、この高松運転所が見えると、もうすぐにね、終点の高松駅到着です。あのね、高い建物が一番四国の中でね、最も高い建物らしくて、あれが見えたらね、高松駅のところですね。もうね、高松に近づいているという感じです。一応ここはね、架線があるので、電化されているので電車という扱いになるんですけど、高松から先、徳島の方に行く、高松と徳島を結ぶ高徳線の区間は、非電化区間になっていて、この高徳線、左側から出てきましたね、右側でしたっけ、右側です、すいません、右側から出てきましたが、高徳線は非電化の区間、電化されていない区間になっていますから、気動車ディーゼルで走るということになります。僕もね、高松からこの先、特急渦潮号に乗り換えて高徳線の徳島駅まで行ったんですけど、その時はね、ディーゼルの特急なのでね、非常に違和感を感じました。まもなく終点の高松駅に到着です。高松は結構ね、都会的な街ですね。四国では一番、人口は多くないんですけど、人口は松山の方が多いんですけどね、経済的な都市ということでね、高等裁判所とかも確かね、高松にあった気がします。9番線まであって、関東で言うとどこなのかな、宇都宮みたいな、そんな感じなんですけど、結構ね、9番線まであるというのがね、結構大きな駅ですよね。
国一大きな町、高松に到着です。これからね、乗り換えて徳島の方に向かっていきたいと思います。皆さんもぜひマリンライナー乗ってみてください。ご視聴ありがとうございました。